ありがこんにちは。つひこです。それでは今回なんですけども、PayPay ペイペイボーナスをゲット。無料で PayPay ペイペイボーナス100円分がもらえるキャンペーンということで、今回はみんな大好き PayPay ペイペイでちょっとしたキャンペーンがありましたので、そちらについてお伝えしていこうと思います。ということで早速こちらですね。バスケットライブ新規ユーザー限定日本代表戦を見ると漏れなく PayPay ペイペイボーナスプレゼントという企画ですね。こちらキャンペーンの詳細なんですけども、 まず、このバスケットライブを新規でご利用された方に漏れなくペイペイギフトカード100円相当プレゼント。なので、まあ、少額なんですけども、ペイペイボーナス100円相当がもらえるということですね。 そして期間は8月の1日から9月10日までということでもうすでに始まっています。で、対象者は、ここは重要なんですけども、Yahoo プレミアム会員またはソフトバンク Y モバイルユーザーのうち、バスケットライブを初めてご利用の方ということになっていますので、こちらお気をつけください。そして商品をもらうための条件なんですけども、キャンペーン期間中にバスケットライブにログインをして、 動画を5秒以上再生するということですね。もうこれをするだけで大丈夫なので、めっちゃ簡単ですね。で受け取り日は、こちらにも書いてある通り、9月下旬に対象の Yahoo Japan ID に登録のメールアドレス宛に送付されると。なので、すぐに反映されないので、また忘れた頃に付与されるという感じですね。僕も早速やってみたので、ここからは簡単にやり方をお伝えしたいと思います。 で、まず、専用のリンクがあるので、そこからこのページに飛びます。で、そしたら、ここにキャンペーンのページが出てくるので、丸1番ですね。下にあるログインで PayPay ペペボーナスをゲットというところをタップして、丸2番。そしたら、このようにポップアップが出てくるので、真ん中のログインというところをタップします。そして、丸3番。下の赤いログインをタップして、丸4番。ここで青いところの同意して始めるをタップして、丸5番。そうしましたら、ここで日本代表の試合が合っていたので、ここで5秒以内に 以上動画を再生しまら、あ、こんな感じで、もらえる額は小額なんですけども、サクッとできる作業なので、まあ、試したい方はチャレンジしてみてはいかがでしょうか。条件や、まあ、できる方はかなり限られてるんですけども、一応下の概要欄に専用のリンクも貼っておきますので、動画では説明しきらなかった詳細情報などをしっかり確認した上で試してみてください。そんなことで、今回は無料で100円分の PayPay ペペボーナスがもらえる方法についてお伝えをさせていただきました。本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。